これがクジラの筋です。はい、というわけで今日も来たわけですけど、ちょっと今日はね浜出でちょい飲みセットをね買っていこうかなというわけで始まります。はい、というわけでちょっと買ってきました。ちょっと余分なものも買ったんで、まあそれは除外して、まあちょっとちょい食べセットみたいなのをご紹介できたらなと思います。はい、キリレモン、見てください、このはい、キリレモン、まずっと広告の下クジラ寿司、これ見てみたら、まあ、すごいな、これこのままでもお召し上がりいただきます。製造は山口県下関市で、これですね、キムチ、豚キムチ、豚キムチ、豚キムチ。美味しそう、豚キムチ、これ、あ、めちゃめちゃいい匂いする。ちょっといただきます。めっちゃうまい。でも結構酒に合う塩加減というか、いただきます。こちらです。どうしましょうかね。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。電子レンジでチンジしたんですけど、こんな感じですね。なんかおでんの中によくあるような感じなんですけど。ちょっと匂いがね
ありますね、独特な。まあでも、食べたら関係ないと思うんで。すごいな、このクジラの筋です。ちょっとね、牛の牛筋ですかね、似てますね。皆様ご視聴ありがとうございました。今日のちょい飲み動画いかがだったでしょうか。あまり見かけないクジラの筋肉でしたが、牛筋より柔らかく海らしい匂いも少々しました。ポン酢をつけたら美味しいかな。ぜひ皆さんも機会があればどうぞ。それでは失礼します。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。